こんばんは。20分遅れの配信となってしまいました。お待たせして申し訳ございません。今夜も始まりました。夢を語っていいですか。今夜も番組のナビゲーターを務めさせていただきます。体と心を温めるあったかいプロジェクトの村岡俊恵と申します。さて、毎回素敵なゲストの方をお招きして夢を語っていただくこの番組、今日はですね、とっても素敵な男性3人の方をゲストにお招きして始めさせていただきます。それではですね、お一人ずつまずはご紹介してまいりたいと思います。まず私のお隣から、はい、迫力がありますね。はい、一般社団法人日本動物支援協会代表理事でいらっしゃいます我妻隆さんです。よろしくお願いいたします。はい、我妻です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてそのお隣です。はい、スコップ団ハートでいらっしゃいます横山真也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいはい、そしてそのお隣でいらっしゃいますね。はい、先月もゲストとして出演してくださいました。ありがとうございました。今月も引き続き、サポートをね、今日はちょっとお願いしたくてお呼びさせていただきました。一般財団法人スコップ団代表青空応援団団長でいらっしゃいます平良さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。あれ、いや、平さん普通じゃないですか。急に普通じゃないですか。なんか超裏切られた感があるんですけど。はい、下ネタをね、ないです、ね、はい、すいません、申し訳ございません。今日はですね、不適切な発言などがございましたら容赦なく番組を一旦中断させていただきますので、どうぞそこのところよろしくお願いいたします。さて、皆様にいつもご案内をさせていただいておりますが、この番組ユーストリームということで、皆様からのツイッターでのご参加をお待ちしております。どんなことでも結構です。この3人の方に対する質問ですとか応援の、メール、激励などなどお待ちしております。で、たくさん反響がありますと私たちも楽しくお話が盛り上がっていきますので、どうぞ皆様のご協力ご参加をお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、では早速始めてまいりたいと思うんですけれども、まずですね、このお三方ですね、実はとっても仲良しでいらっしゃるんですね。今なぜか急にしれーっとしてですね、こう打ち合わせをしたかのように皆さんあちらの方向を向いていてね、これは何のなんかこうバチなのかなみたいな風に思うわけなんですけれども、ですね、実はこのお三方共通がございまして、そもそも平さんが代表を務められるスコップ団で一緒に活動されていたということで、このお三方ね、今も仲良くそれぞれの場で活躍をされているわけなんですけれども、ではですね、平さんから我が妻さん横山さんのご紹介をお願いしてもよろしいですか。いいですよ。はい、お願いいたします。いいですよ。はい、お願いします。我が妻は一緒にずっと仕事をしてて、はい、10年近く多分一緒にいるんですけど、はい、震災の時とかはもともと彼のその犬猫の保護をしようという、まあ地震の前からね、そのやろうねってずっと言ってたことで、ね、まあ震災があったから、じゃあ今始めなきゃいつやるんだって感じだったので、そっちから始まったのが元はスコップ団の大元になって、最初ね3人で始めて、3人ってもう一人別な人間がいるんですけど、はい、それがすごい人数になったんですけどね、今7000人か、すごいですよね。すごいですよね、はい、だったんですけど、それの元々はのメンバーの3人で始めたうちの1人が、はい、ただの見た目があれですけど、
あれって何でしょうね。太ってますけど。太ってるので、スコップダウンとしては、はい、戦力外通告を出して。あ、それは体格が太ってるからっていう理由。なるほど、ね、でも全然そうでもないですよ、実際見るとですね、はい、何がいくんですっていう長妻さんです。安っぽいフォローでしたよね。いや、そんなことないです。そうなんですね、長妻さん、その日本動物支援協会代表理事をされているということで、はい、その仙台でそのドッグカフェ、ドッグランをですね、はい、ドッグウッドの敷地内で、まあ、その被災動物の保護をされているという、はい、そういう活動をされていらっしゃる、はいね、まあ、素晴らしい活動をされているんですけど、はい、先ほどのね、まあ、平さんのご紹介で耳に残ったのは太っているというのがちょっとこう残ってですね、はい、いいじゃないですか、まあ、消しましょうか、まず、まあ、事実ですからね。いいことですよ、たくましいということはですね、はい、いいことです、はいはい、そうですね、そうしましょう。ちょっとじゃあ活動内容について我妻さん、はい、まあ、震災をきっかけにですね、はい、まあ、被災して避難所だったりとか、はい、仮設住宅に入れないとか、ペットと一緒に暮らせなくなった人からペットをお預かりしたり、はい、まあ、今仮設住宅で一緒に暮らしてるペットと暮らしてる人のところに、支援物資届けたり、はい、トリミング、犬を洗いに行ったりとか、はい、そういう活動を今させてもらっています。はい、震災後、464頭、はい、今までお預かりさせてもらって、現在も、約70頭ぐらいですね、はい、神さんの元に帰れないでいます。はい、はい、ということは464頭のうち70頭が今も残ってるけど、うん、それ以外の子はみんな帰れた、ほとんど帰れた。240頭が飼い主さんのもとに帰れて、はい、120頭が新しい飼い主さんのもとに。あ、なるほど、里親さん。はい、あ、そうですか。もちろん、あと、はい、病気で亡くなった子とかもいます。そうですね。はい、期間結構長いですから。はい、なるほど。こういった書籍、はい、書物も出されたんですよね。そうですね。はい、やっぱり活動してたことを、はい、記録としてやっぱり残していかないと、はい、また何か災害起きたりとか、はい、あと自分たち皆さんボランティアさんたちが協力していろいろやってくれてたものっていうものを残そうという部分で、はい、まあ、写真集にしたり、はい、これはちょっと表紙が、はい、ね、ちょっとリアルというか、はい、ね、亡くなった、ね、ワンちゃんの写真が、はい、そうですね、出てたりとかですね。これ震災3ヶ月、はい、4ヶ月目で発刊したんですけども、あ、そうですか。なるべく早くやっぱりその来てたことを伝えたいという部分でこれ出させてもらって、はい、まあ、ちょっとそういう亡くなった子の写真とかも入ってるんですけども、はい、まあ、事実ですからね、はい、それをちょっと伝えたいという、はい、なるほど。でその後にまた新しくリニューアルして、そうですね、こちらは角、ね、川書店さんの方でそれをリメイクした形で、はい、待っている犬ということで写真集として出させてもらってます。そうですか、はい、もう本当に犬とか猫とか、ね、動物も本当に家族ですからね、はい、そうです ね、 ね、やっぱり、はい、あ、そうですか。これはじゃあ今でも買える。そうですね、はい、今でも販売してますんで。あ、そうですか、はい、あれですか、これを例えば買ったら何かこう、はい、復興の、これの売り上げの一部はその活動費用、犬たちのお世話とかの費用になりますんで。あ、そうですか、はい、じゃあぜひ皆さん角川書店さんの待っている犬ですね、はい、そこの方ね、可愛いんですよ、はい、うん、本当にこういろいろですね、こういうワンちゃんたちの写真もいっぱい出ててですね、はい、じゃあぜひね、これお手元に、はい、でその分ワンちゃんたちのために使われるということですので、よろしくお願いいたします。はい、なんかのカレンダーもあります。私これ欲しくて、はい、これは毎年今作ってるやつは今お預かりしてる子たちの写真を、はい、なんだろう、まあ、元気にボランティアさんたちが一生懸命お世話してくれてますので、はいはい、その写真をカレンダーにさせてもらってます。あ、なるほど。これじゃ例えば買いたいなと思ったらどうしたらいいんですか。はい、お店の方でもちろん販売してますけども、はい、インターネットとか通信販売のサイトもありますので、はい、こちらでも購入できますので、はいはい、その場合はドッグウッドで検索、ジャサカートっていう、ジャサカート、はい、日本動物支援協会の、あ、これだ、はい、ジャサ、はい、略称がジャサってなってますので、はい、なるほど、はい、これですね、はい、JASA で調べてもらえると、はい、はい、ではこちらの方で検索していただいて、はい、皆さんぜひ、ね、今年始まったばっかりですので、こういうかわいいカレンダーを、はい、じゃあお使いいただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。なるほど、まあ、ね、まあこんなちょっと迫力のある我妻さんですけれども、まあ、このように動物たちの支援をね、活動をずっと継続していらっしゃると、
そうですね、はい、ということなんですね。なるほど。そもそもやっぱりあれですか、お仕事でさっき平さんがおっしゃってた震災前からその犬や猫を保護しようということで、はいはい、そういった活動はお仕事の流れで。そうですね、自分たちはあのペットの仕事をしてるんで、まあ、なんだろう、飼えなくなる子たちも将来的にも、ね、出てきたりとか現実的にあるので、はい、まあ、そういうことを子たちを引き取れる、うん、施設を作りたいねって話を、まあ、平君の方とさせてもらってて、はい、そんな矢先に、まあ、震災が起きた、まあ、いろんなそういう施設とか見て歩いていたので、はい、ただ、まあ、震災起きて、まあ、自分たちがその震災の状況を見てね、できることって言ったらやっぱりその職業でやってるペットのことで一番協力できるっていうのが一番力発揮できるかなと思ったんで、はい、まあ、活動させてもらったっていうことですね。はい、なるほど。どのぐらいの敷地なんですか？結構広い。うちの敷地は3000坪ぐらいありますんで、敷地はとりあえず広いんで、仙台市、はい、山の中なんで。山の中、はい、すごいです。じゃあ伸び伸びとね、幸せですよね、そういうところで。そうだと思うんですけどね。はい。そうですか。はい、わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、じゃあ続いて横山真也さんについてですね、はい、じゃあ、 あのご紹介をまた平さんから、はい、お願いできますか。なんかキャスターみたいな、はい、司会の人本当ですね。はい、彼の、はい、息子が僕の次男坊と同じ年で、はい、当時4歳5歳4歳4歳の時にですね、はい、僕の友達から、彼の息子が全然、まあ、知らない人だった、知らない子だったんですけど、はい、その拡張型心筋症という病気で、うん、心臓の病気で、はい、海外に行って手術、移植手術をしないと助からないっていう、まあ、当時まだそのなんだ日本国内では移植手術がダメだった頃だったので、その母体とかに、はい、頑張ってるっていうのはやっぱ聞いていて、でその時に、まあ、自分の子供と同じ年だったから何かできないかなっていうようなところでちょっとこう手伝ってたんですね、はい、で会うつもりもなかったんですけど、まあ、いろんなことでバレてしまい、こそこそ活動してたんですけどバレてしまって会って、でその直後、その震災があって、はい、スコップ団っていうものをその泥を家庭のチームやった時に、彼が毎週のようにレースに来てくれてます、ね。息子の恩返しっていう意味で、そのずっと来てくれてたんですよね。はい、僕はそれすごく助かったし、はい、っていうところで、それから、会わない週はないみたいな。ね、そうですね、本当にそういう感じで、はい、仲良く、ね、息子さん同士も仲がいいんですよね。そうですね、ね、そうですか。その息子さん、ゆうとくんは、はい、じゃあ、まあね、平さんはじめ、まあ、いろんな方のきっと応援があって、はい、でその渡航の手術は成功、はい、まあ、おかげさまで、はい、2010年の夏に、渡航させていただいて、はい、その年の、9月だったかな、無事心臓移植、はいはい、成功させていただきました。よかったです。で今今年何歳？今年、はい、先月、あ、今月か、今月9歳になりました。あ、今月お誕生日、はい、おめでとうございます。小学校4年生あ、そうですか、来年になりますね。はい、さっきね、平さんがこそこそ隠れてってね、おっしゃってましたけど、はい、隠れられるような活動じゃなかったですよね。ね、これもね、やっぱりすごく偶然が重なったんですけど、はい、ゆうとくんを救う会っていう、募金活動させてもらった時に、はい、街頭でですね、仙台 の街頭で、はい、ゆうとくんのために募金お願いしますと、こう皆さん、私どもの、はい、私の、まあ上司であったり、はい、友人たちが毎週街頭に立ってくれたんですね。その時に私の上司で、まあ、スコップ団の団員でもあるんですけども、藤原というものが、はい、ゆうとくん T シャツっていうのを、与えたって買ってきてくれて、はい、何その聞いてないよって話をしてみたら、そのゴリラのね、デザインが施された T シャツがあったんですよ、はい、で、ゆうとセーブってこう後ろにこう、
募金に協賛してくれた企業さんの名前が映画のこうエンドロールみたいにバーッと入ってて、はい、すごい感動したんですよね、かっけえ T シャツ作ってくれる人いるんだなと。でどこで全くだから知らないところ、はい、横山さん知らないところ僕らの許可とかもうんぬんかんなくて、はい、あこんなの自発的に作ってくれてる人いるんだと思って、はい、でどこで売ってるんだったらあの、まあ、フォーラスっていうね、はい、あの仙台のファッションビルなんですけど、はい、そこで売っててですね、でそこに僕も買いに行って、そしたらその時に店長さんがいらっしゃって、店長さんも、まあ、スコップの団員のね、浜さんっていう方なんですけど、はい、浜さんと直接お話をして、何言ってくるのお父さんと、彼がその場で泣き崩れちゃって、でそういうご縁をいただいて、でこれ作ったのは俺じゃないんですと、平っていう男なんですと、ぜひ会って、機会あったら会っててください、はい、っていうところで、そこでなんとなくこう約束をしちゃってたんですよね、今は考えるとね、はい、でいやなんか熱い人たちだなと思って、うん、店長もそうだし、まあ、彼もそうだったんですけど、はい、で普通はその募金活動の時にあの頑張ってくださいねって皆さんからあの街角で声をかけてもらって支援していただくんですけど、その時は もちろん目を見て本当にありがとうございます、感謝をさせてもらうんですが、どうもねそのこの2人のこともずっと引っかかってて、でとこうして僕だけ最初日本に帰らせてもらって、その時にあのなんとなくね、もらってた名刺にメールをして、お姉さんまで元気になります。ありがとうございました。いつか飲み行きましょうね、みたいな感じでメールをしたんですよね。そしたらば、すぐその日に電話かかってきて、はい、で、ああ、みたいな話になって、じゃあいつかって言っても叶わねえから、うん、今日飲み行きましょう。で、その日に飲みに行って、っていうようなですね、関係、そこからですよね。そこからですね。で、まあ、震災があって、はい、スコップ団という活動を彼がすごく頑張られてて、なんか、ね、助けてもらった恩恵もあったし、あとは宮城県の人たちに本当に助けてもらって、まあ、もちろん全国の皆さんからも助けてもらったんですけど、そういう人たちにね、恩返しできればなということで参加させてもらって、やっぱり実際被災をねされた方たちからもお声をいただいたりですね、本当にありがたいお言葉をね、ご自分たちは本当に津波のね被害とかに遭われてたんですけどね、ゆうとくん元気になってよかったねって声かけてもらって、で、まあ、活動を続けさせてもらって、で自分たちだけちょっとね元気にならせてもらうのもどうかなというところで、実はまあ息子がかかった拡張型心筋症という病気は、まあ、1年に子供たちが大体、まあ、約100人ぐらいねやっぱ発症しちゃう確率もある病気なんですよね。でどうしても今の現代医療では、まあ、再生医療とかあるんですけども、はい、やっぱ根治ってなると、まあ、心臓移植しかなくて、でやっぱそういう経験をさせてもらったもんですから、そういう子供とあとはご家族のね親御さんの気持ちに、まあ、寄り添うことができるのかなという経験者としてですけどね、はい、なので、なんかこう手伝ってあげたいなと、そういう人たちですね、うん、同じような境遇の人たちをですね、で時に彼にあのスコップ団を一時こうあの活動停止する、解散式みたいなのがあったんですけど、その時にちょうど準備をこう会場でしてて、その時に彼に相談をしたら、やればいいんじゃないのって言ってくれて、それで背中を押してもらって、でもうその年からだよね、はい、あのボソボソと言わせてもらってるんですよね。でおかげさまで、私もまあ個人的にブログを書かせてもらってて、で拡張型心筋症闘病ブログっていう、あの検索すると出るんですけど、はい、やっぱ親って自分の子供がそうなっちゃうと、もうとにかく検索するんですよね、ですから今までもう何名かのお母様とか、はい、まあ、やっぱりお母さんなんですけど、お母さんからメッセージを直接もらって勇気をもらいましたとか、あとはこういう場合どうしたらいいんですかとかっていう、まあ個人的なこうキャッチボールは、まあ、未だにさせてもらってて、でこれからもそういう子どもたちがね、やむなく渡航せざるを得ない子どもたちが、はい、たくさん後ろに並んでる状態なんですね、実は。で、そういう子どもたちをできる限り応援していきたいなということで、現在も活動させてもらってます。
やっぱり今でも渡航しないとならない現状なんですか、ね、はい、そうなんですね。国内で15歳未満の小児に心臓移植をすることは法律的にはクリアになったんですけども、できるんですけども、そうなんですね、はい、さっき伺って、はい、なんですけど、どうしてもやっぱドナーの方がなかなかやっぱり現れない、子供さんってなると、そうですよ ね、 そ, うですよね、そこは逆、私が逆だったらどうなの、はい、ってたまに聞かれることありますけど、はいはい、やっぱりそこはね、やっぱ親としては決断すぐできるかったらできないと思うんですよ ね、 そ, うですよね。なのでその気持ちも僕らは分かるし、うん、国内でやはり待って待機している時間がないもんですから、そうすると心臓が弱まると、補助人工心臓を装着しなくちゃいけなかったりして、その補助人工心臓をつけちゃうと、もうやっぱり余命っていうかね、そういうのがお医者様から告げられちゃうんですよ、うん、なるべく1年以内に移植をしてください。もちろん国内でもできるんですけど、やっぱり猶予がないので、うん、時間がないので、渡航というその選択肢があります。ただ誰でも行けるわけじゃなくて、いろんな条件を当然クリアしていかなくちゃいけないんですけども、はい、そうなった時に、やはり国外に助けてもらわなくちゃいけないなっていう、うん、まあ、日本はまだまだそういう現状ですね。やっぱ脳死っていうことに対しての考え方も皆さんやっぱ個人差ありますので、そうですよね、はい、うん、命に関することなので私どもはまあ非常にデリケートな、ね、問題なので、もちろん賛否両論ありますし、そうですね、はい、移植っていうことに対して普段あんまりね、皆さんこう会話をね、食事の談話の時にしないと思うんですよね。でも僕らがそういうのを経験してしまったので、できるだけその中学生とか小学生のね、お子さんがいらっしゃるご家庭の談話の場で移植っていうか命のリレーっていうんですかね、バトンを受け継ぐことをお話をねしてもらえるような、そういう、 こう社会がね、日本にも根付けばいいなということで、まあ、そういった意味も含めて彼の力を借りながら、はい、いろんな発信を今させてもらってます。それがスコップダウンハート。そうですね、なるほど、はい、いろいろな名前もね当初ね考えたんですけど全部却下されまして、はい、かっこ悪いんだかっこ悪かったよね、反対を伝えるその子供たちがね、はい、まあ要は長い話だったんですけどね今ね大丈夫です、長い話です、全然大丈夫です、はい、要は一度、はい、その自分にもしそういうことがあったら、うん、どうしますかっていうことを一回でもいいから話し合っておいてほしいっていうのが彼のね、うんうん、プレゼンのいつも、ね、プレゼンを二人で今して回ってるんですけど、ね、ドリームプランプレゼン、ドリプラっていうやつで、はい、世界大会でね銀賞を取ったんですよ。大したものだ。大したものだ。はい。大したものだ。大したものだね。うん、ね。なんだ、何の話だっけ。金賞を取りました。その前だな。ああ。そうだ、あの話し合っておいてほしいっていうことですね。そうですね。その免許証の裏とかにもその臓器移植提供とかね。意思があります。兵庫県の保険証の裏とか、うんうん、はい。その知らない人も多いし。うんうん、彼はその。なんだ、脳死は人の死だとかね、その話を したいわけでもないし、うんうん、あの移植が必ずしもいいとかじゃなくて、一度きちんとそういう話を家庭でね、うん、はい、してもいいんじゃないのかっていう、でなぜかというとそのまだ彼の中で生きるって道があるからね、はい、その心臓だけでもとかね、うん、だからいろいろそれはそれがいい悪いいろいろあると思うんですけど、助かるんだったら助けようじゃないかっていう、まあ、シンプルなところにいるんです、はい、でも前回僕が出させてもらった時のようにそれでも文句を言う人もいるし卑怯者どもがいるんですよ、はい、そういうのは、うん、賛否両論ですよね、ちょっと気に入られる話気に入られる、いや本当にね、あの何をもって死なのか、何をもって生きるということなのかっていうのは、これは本当に難しい課題なのかなっていうふうに思いますね。そうですね。でもあのやっぱりこう人事じゃなくてね、さっきおっしゃったように家族でそのことを常にこうね、はい、会話できるような環境ってやっぱないですからね普段。そうですよね。ね、
それはそういう定義をプレゼンをするっていうのはすごくなんかいいことな気がします、うん、まあ、一度ね、うん、でもなんかないんじゃないですか、こうあんまりそういう機会な い,、ね、ないですよね。ちょうど僕も息子が、うん、病気で入院してですね、まあ、退院してきたんでよかったんですけど、うん、やっぱり何歳のかな、すぐの決断なんて絶対親としてはしたくないし、できないし、本当に真剣にこれまで僕らがねやってきたプレゼンの意義っていうかね、本質っていうのもちょっと本当に真剣に考えたりしましたし、なんか本当健康第一だなっていうのはね、あるね、あるね、あるね、健康不健康そのまま顔してる人大丈夫です。大丈夫ですよ。まるまると。そう。ね。まあ不健康なんです。不健康なんです。不健康。一番こう見て、もう365日顔色悪いのは彼なんですけど、はい、顔色なんか良さげな、なあれ横断ですかね。横断。あ、そうだったの。うん、なんか。いやでも。全然聞かなきゃ分からないですよ。うん、あのちょっとね、あ、ゴルフ焼けかなぐらい。ああ、そうですね。ね、うん、うん、いや大丈夫です。今ですね、あれ映せますかね、あのゆうとくんのゆうとくんですよね。すごい可愛い写真が。七五三、これ七五三の時ですよね。これ、うん、この時はまだ病気じゃなかったんですけど。あ、この後なんだ、はい。この直後でしたね、本当に。七五三なんか良かったねってなんかみんなで家族で塩川神社とか行っちゃってですね、ちょっとこう良かったなって思ってた直後に、この頃からもう心臓が多分悪くなってたんですよね。僕らそれ家族がね気づいてあげられなくて、ギリギリのところでね、あの救急車で、あ、これね、行ったんですね。でもこれは発症しちゃって、もう投薬をすぐ始めた直後ですよね。そうですか、はい、ガリガリですよね、これね、うん、イケメンですね。あの、なんか僕に似ずにですね、あの、よかった、今似てって言われたらなんて言ったらいいか、いやいやいや、ね、なんかね、あれなんですね、いやね、で、これが甲状腎亢進臓という、あの真ん中にね、こう赤いのぶら下がってるんですけど、はいはいはい、これ成人用なんですね、当時は、はい、これをこう心臓に直接結びつけてですね、はい、まあ、動脈と静脈の役割を果たして、心機能を改善させるための手術をしたっていう時ですね。そっか、うん、これをつけちゃうともうあと半年とか1年の中で移植まで行ってくださいというドクターからそういう話をされてしまうんですね。へー、そうですか。あー、ね、で、おかげさまで、まあ、この間にもちろん募金活動があったわけなんですけども、うんうん、アメリカに行かせていただいて、うん、これがあのドナーの方から新しい心臓をいただいた直後の写真なんですね。はい、はい、頑張りましたね。いや、本当頑張ったと思いますね、で、あの、退院して、まあ、ちょっと散歩行こうかっていうことで、これあのタイムズスクエアなんですけど、そこで、はい、アシャッと撮った1枚ですね、うん、元気、元気ですね。今はおかげさまで、ね、あの免疫抑制剤という、ね、うん、あの拒絶反応をなくすためのお薬は当然毎日飲むんですけども、そちらを、まあ、時間と分量を調整し、あの時間を守って分量を調整しながら、はい、毎日元気に学校に行きます、はい、大きくなりますね。足が結構大きいでしょ。どうなんだろう、今20何センチ、1センチぐらい、21センチ、うん、でもあの本当に入院してた時よりも、うん、まあ、身長も伸びましたし、うん、体重も増えましたので、うん、その辺ついたことよかったなと思いましたね、うん、ね、本当よかったね、元気になられてよかったです。そうですかね、なかなかあのやっぱり命の問題っていうのはなかなかやっぱりこうタブー視されてる部分もあってですね、うんうん、例えばそのさっきの臓器移植の臓器提供のこともあんまり人には言いたがらない人がいたりとかも、まあ、それは
個人個人で自由だと思うのでね、うんうん、でもそういったことをあえて、うんうん、あのこう是が非を問うのではなく、あのこうみんなでこうディスカッションするというかね、うん、そういったことをこう話題を出していくっていうのは、うん、すごくなんか大事な気がしますね。ね、平さんもね、いろんなところで今講演活動されてらっしゃって、そうです ね, ね、はい、ね、いろんな、いろんな、時間の無駄遣いは命の無駄遣いだっていうね、うん、話もするんですけど、はい、でもだ、それは例えば彼がやってる動物のこともね、うん、この頃は決してそんな殺す必要がない生き物だったりするので、はい、その何歳のかな、うん、あえてなんか それしか道がないのかなっていうところがずっと、うんうん、考えてたことだったんですよね、うん、あの我が妻の方 で僕はじゃあそれはすごくいいことだなと僕も犬を飼ってるので、うん、そう思いますね、だから助けられるものは助けましょうっていうところね、彼が、まあ、今日はあんま僕についてあんま喋ってませんけども言いたいことはね、なかなかなぜか言わないからね、誤解される、うん、あの誤解そう、我が妻さんのね、あの写真もね、あるんですよ。あります。はい。でさ、これですね、これがあの保護してきた、そうですね。ワンちゃん、猫ちゃん。これがあれですか、あの左上の写真が宮城県東松島の、そうですね、東松島小野から使ってきた。はい、小野くんの、小野くんの小野仮説ですね。去年、カニさんのところに帰れた子ですね。はい、あ、そうですか。はい、これは、これは渡りの、宮城の渡り町というところの仮設住宅に、はい、支援物資とかウドッグフードだったりとかを持ってってるところです、ね。なるほど。もう朝の5時くらいから並んでて、そうですよね。待っててくれるんですよね。そうですよね、はい。あ、これか。これ亡くなった子たちの慰霊祭。あ、毎年今の京都からお坊さんが来てくれるんで、やってくれる、今も、はい、今も、あ、そうですか、はい、今年も来てくれるって言ったんです。はい、え、いつ、やっぱり3月、そうですね、3月の11日前後、はい、今年は9日ですかね、はい、あ、そうですか、はい、うーん、あ、これはドッグウッド、そうです、あのお預かりした子たち、はい、と遊んでるところの、はい、これは預かって最初の頃ですね、これは、はい、あの400何といった時、いや、ね、最大にいた時は300頭ぐらいですけど、この頃まだ100頭ぐらい、ね、あ、そうですか、はい、あ、なるほど、あ、なるほど、まあ、こういったことをされていらっしゃるわけですね。へえ、そうですか。いや、あのちょっとですね、あの今お話をね、伺うのに夢中になってて、全然ツイッターの方をちょっと見てなかったんですけれども、講演は一般の人でも聞くことは可能ですかって言ってるんですけど、平さん。あ、僕ですか？はい。あの、なんか、あれ？ 30 日に東京であるんですけど。あ、本当ですか？それは可能みたいですよ。はい、可能。はい。30日どちらで？どこだっけな。なんか平さんの活動記録ってどこに入れば見れるんですか、はい、そもそもスコップ団のなんかそう記録ですか、うん、記録というかこう平さんを例えば、はい、じゃあ今の番組をご覧になった方で、はい、じゃあ平さんの今後をちょっと追いかけたいなっていう方が例えばいらっしゃった場合に逃げる逃げる、いや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 、ね、平さんがじゃあどこで講演されるのかな知りたいなってなったら何を見れば、あの小学校とかそういったところっていうのは、ええ、あの一般公開であんましないので、そうですよ ね、あえて載せてなかったりとかするんですけど、はい、あえて載せなかったすぎたい、え、載せなさすぎて、ええ、一般公開の時のあれも載せてねえんだよね、ねえんだよね、ね、ねえんです、ねえんですか、ねえんですけど、ええ、あれ大丈夫ですよ、じゃあ俺今日ブログに書きますから、あ、そっか、平さんのブログを見れば、そうなんです、ね、何事も何事も何事も大体、ね、何事もブログで、そうなんです、うん、なるほどなるほど、でもそんな、なんかさ、まあ別にいいんですけどね
じゃあじゃあ俺の話はどうだっていうの、今日はこの2 2人のね、あの我が妻がね、はい、いいことを言ってたんですよ、はい、でも中途半端にこうやって喋るのやめるからなんか暗い人みたいな感じで終わるじゃないですか、はい、じゃあ いいやつなの、いいやつ、太ってるけどで、あの余計だしね、関係ないなんかね、その言葉足らずっていうのはね、この人のことを言うのね、それでその好きでやってんじゃねえんだとかっつって憎まれ口みたいなところでやめるから、はいはい、おい、ダメなやつだなみたいなところで終わるんですけど、はい、好きでやってるわけではないの、もちろん、うんうん、やらなく誰かも誰もやんないしね、うん、やらなくちゃいけないことを彼はやってるわけですよ、うんうん、ね、それも例えばボランティアの人たちとかもたくさんいるしね、うん、全国にいろんな支援してくれてる人とかにもいい機会だから話しろって言ったんだけど、しないからどうするんだよって思ってたんですよ、うん、でもまあそのなんだあれですよ、好きでやってるわけじゃないんです、うん、彼は。でも犬のことがすごく好きなの、動物のこと、うん、猫もね、でもそれ以上にね、彼はね、その飼ってる人たちとか、そういう家族のこととか、人間のことが好きで、ちゃんと活動してるわけです。人が好きだからやっているっていうところがね、好きでやってるわけじゃないんだっていう、そんな、なんか、その入り口でね、喋るのやめるから、なんかこう、あいつ、人手なしみたいなね、雰囲気で終わってるから、プロはちゃんと喋れてたんだけど、喋んねえから、はい、俺が喋ってやったんだから、あと何歩かあと包んでもらうからね、包んでいただいてね言ってないよね、そこまでまだ好きでやってない、やってるわけじゃないっていうのはそうだね、うん、若妻さんでもね、笑顔がすごく優しくて、はい、時々なんか刺すようなツッコミを入れますよね。そうですか ね、はい、それも愛情です。愛情ですね、はい、うん、そうですか、はいはい、そのようにね、すごいこうなんかお三人の友情を感じますよね。なんか皆さん本当にこう一つなんていうのかな、うん、同じ目標に向かって、それぞれが別にこう寄り添ってるわけじゃないんだけど、それぞれがそれぞれで自立して活動しながら、でもすごい信頼し合ってるっていうのを、さっきですね、なんかこうお茶飲んでるのをね、ちょっと見ながらすごく思いましたね。うん、若妻さん、あの時はね、生き生きと喋ってましたけどね、なぜこんな固まってしまうのかなって田舎者が、でも若妻さんに、はい、あの教えられたというか、はい、あ、なるほど、すごいなと思ったのがあって、はい、やっぱりペットは家族同然なんですよね、はい、でそのただワンちゃんとか猫ちゃんがもういわゆるマナーというかしつけをきちっとすれば、はいはい、その動物と住んでない人たちと住んでる人たちの、うん、その垣根みたいなのもあるみたいなんですよ、うん、僕はちょっとね、ペットを飼ってないので、うん、あの分からない部分もありますけど、ですからその飼う方のしつけとかマナーもきちっとこう指導をね、やっぱりプロの方がしていくことで、うん、もっとより良いそのペットと共存する社会を自分が作っていきたいんだっていうようなことを発言されてたんで、うんうん、おすげえじゃん、うん、同級生すげえじゃんって思って、うん、同級生か、同級生ある、そうそうすげえな、そうなんですね、はい、そう、皆さん今日この番組のためにあの皆さん今日宮城県からお越しくださったんですよね。トロッコで、はい、トロッコで。トロッコ。トロッコはないけどね。うん、ね、本当にありがとうございます。うん、あの今日はですね、あのソーシャルツアーのいつもね、あのこうそこの平さんの座ってる席で、あの温かくゲストを見守ってくれているソーシャルツアーの東京窓口の諸岡さんがね、今日どうしてもお仕事の都合で参加できなくて、うん、残念だったんですけれども、あの諸岡さん、それからソーシャルツアー あの新庄プロデューサー、もう本当にお二人と もう本当に感謝されてまして、ね、またね、いい形で共につながっていければいいなというふうに思うんですけれども、あのそんなソーシャルツアーの話が出たところでですね、ここで私諸岡さんの代わりにソーシャルツアーのアップデートをさせていただいてもよろしいでしょうか。バン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 ビーガル、バンバンビーガル、はい、今日ですね、あの実はあの新庄プロデューサーから原稿をちょっとお預かりしておりますので、原稿を読まさせていただきたいと思います。
はい、ですね、Facebook で夢を語っていいですかの Facebook ページができました。はい、でね、これはどういうことかと言いますとですね、毎月1回 Ustream の番組を行っておりますけれども、この番組の基本コンセプトは夢は語れば叶うということなんですね。で、今日もこの後ね、夢を語っていただきますけれども、でこのコンセプトに基づきながら夢を叶えた人、また夢を叶えようとしている人、ね、東北を元気にしよう、そんな活動をしている人の中から、そんな方々に出演をお願いして、今現在行っていること、そして今挑戦している夢について語っていただいています。ソーシャルツアーでは Facebook でもユーストリーム、こちらを盛り上げていくと同時に夢を叶えた方々の名言などを集めて現在もね、アップしております。で、夢は語ると叶う、そんな方々が集まってくれば叶うスピードはどんどん上がっていきます。夢を持った人、夢を持った人を応援したい人で、夢を探している人が集まるような場所の提案をしております。で、こちらですね、ぜひ夢を語っていいですか銀座東松島ソーシャルツアーで検索をしていただきますと出てきますので、どうぞ皆さん Facebook ページ見つけていただいて、いいねをポチッとお願いいたします。で、皆様もね、どうぞ夢をですね、こうどんどんアップデートしていって、皆さんでね、きっと作っていくサイトなのかなというふうに思いますので、ご協力の方をよろしくお願いいたします。そしてソーシャルツアーでは現在ブランド地野菜、漁業では全く新しいものの開発に挑戦しております。もうソーシャルツアーですね、非常にスピードが速くてですね、もう毎月毎月どんどん新しいことをリニューアルしているので、もう本当にこうついていけないんですけれども、今はですね、漁業と農業でどんどん新しいものを開発しているということなんですね。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。そして小野くん、ブルーインパルスなどのキャラクターを使って街を盛り上げて PR するという観光ツアーにも現在力を入れております。2月の末には順次発表させていただくことができますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。はい、小野くんです。今日ですね、実はソーシャルツアーの諸岡さん、新庄さんが来られないということでですね、名代として1年ぐらい前ですかね、ね、ゲストで参加してくださいました星恵美子さん、今日お手伝いで実はあちらの奥の方でさっきから見守ってくださっております。で、星さんが今日お土産で小野くんを参加で連れてきてくれました。ありがとうございます。はい、今日小野くんですね、一緒に参加しておりますので、最後までよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあソーシャルツアーのお話をさせていただきました。ありがとうございました。ではこのお三方に戻りたいと思いますけれども、さてさて、もうね、あっという間なもので時間がだいぶ経ってきてしまったんですけれども、本当はもう丸3年を迎えようとしていて、でこの 3.11 から丸3年経った今、この時この3人の方々がずっとこう活動を継続されている中で、今だから語れることとか、今だからこれから先こういうふうにやっていくみたいな、そういったお話を私個人的にお聞きしたいなというふうに思ってたんですけれども、時間があまりないので、ちょっと20日間とか喋られちゃうとちょっと困っちゃうので、その辺をですね、なんかちょっとこうお話ししていただけたら嬉しいんですけれども。はい、じゃあ横進から。横進、俺、はい、飛んできた。はい、はい、やっぱ僕の場合は3年前のその震災をこうし経験して、りょうちゃんのスコップダウンに参加して、スコップダウンハートのコンセプトの底辺にもあるんですけども、やっぱり人助けに理由はいらねえっていう言葉ですよね、はい、あれがやっぱ衝撃的だったので、あ、確かにそうだなというところで、それを今であってもそれはもう普遍で変わらない精神として、で今僕がやってるスコップのハートの方にもその意思を引き継いでというか、はい、やっていきたいなというふうに思ってますね。はい、はい、ありがとうございます。小勝間さん、はい、はい、私も震災きっかけにこういう活動を始めたんですけども、はい、まだまだその飼い主さんのもとに帰れないペットたちがいるっていう事実ももちろんありますし、はい、この活動って半年がまだ経ってませんので、その活動をきちんと最後まで続けるっていうことと、
ここで経験したことをまた同じような災害というのはどこかで起こるかもしれないんで、それを必ず生かすようにうちにはしたいなと思ってますんで、はいはい、それをまた今までのものとして記録としてね、またいろいろそういうのを残していきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、太陽さんは？僕今だから、今だから、はい、今この時に、人の一番の喜びは成長だと思います、はい、それ以外に僕はないと思うんですね、はい、支援活動っていうものは当時はすごく助かる、すごく何だろう、ありがたいのだったり、けどな、意味のあるだったんでしょうけど、支援することでその人のね、一番の喜びである成長というものを奪ってしまうようであれば、うん、僕はね、今だからこそやはり応援であると思って応援団を作ったわけですね。オリンピックに出ると、はい、開会式に応援団、応援団で、諸岡さんもほら、諸岡さんも応援団入団してくれ、ね、この間、まあ、ね、ニュース番組でも取り上げられて、あ、そうですそうです、ね、まあいいんですけど、はい、なんなら閉会式でもいいんですけど、閉会式ですか、閉会式に応援ですか、うん、頑張ったっつってあ、うん、いや楽しみですね、何でもいいんだけどさ、はい、何でもいいのよ、一生懸命何かやれば、はい、で彼らはやってますのでね、きちんとその彼らの人となりもね、知らずに金口叩くようなやつは俺は許さねえぞと、卑怯者というところで、彼らをこう今日はお連れして、きちんと話してもらったと。はい、本当ね、彼らの金口を叩くようなことは、許さん、許ちん。はい。え、はい、まだ番組終わってないんで、はい、許さん、ね。応援団ですからね。そうですよ。はい、まあ、一番応援しなくちゃいけないのは、はい、僕はまず家族がいて、あと彼らがいてというところでね、はい、まず身近なところからビシッとしていこうじゃねえかっていうところがありますね。そうですね、はい、団員募集中ですから、ね、団員募集中です、団員募集中ですね、はい、団員募集中です、はい、いや本当になんか今日は嬉しいお話をたくさん聞けたなと思っていてやっぱり子供であるとか動物であるとか、やっぱりこう力が非力でともすると誰でも生きるっていうことは等しく与えられた権利のはずなのに、その命のジャッジを誰かに握られている存在、動物であったり子供であったりで、それ自体がおかしなことだと思いますし、でもそういった小さな命だけどすごく大きな命、存在をこうやってこう守ってくれてる人たちがいるっていうのがすごく嬉しいし、また本当にこう、うん、そういう力がどん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 大きくなっていくことが、まあ、ちょっとこう大げさな言い方になるかもしれないですけど、日本が良くなるっていうことなんではないのかなっていうふうに思いました。本当にこれからも、うん、頑張って活動を続けていっていただきたいなというふうに思いました。今日は本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、終わってないまだ、ね、終わってないです。そういうことね。じゃあ、それですね。はい、この番組、夢を語っていいですかということで、今日のゲストの方々に、いや、夢を語っていただきたいと。そう、さっき言っちゃったよな。あれ、夢、うん、あれ、夢、うん、でもいいですね。何でもいいんですよ。何でも。個人的な、さっきなんか言ってたじゃないですか。個人的には、宝くじが当たってほしいなってしか思ってないんですけど、はい。まあ、かかれば叶うっていうのがあったんで、はい、私はやっぱり仕事、まあ、絡みもありますんで、はい、やっぱ殺処分、今も全国の自治体で行われてる、はい、その殺処分をなくしていると。そうですね、はい。はい。できればそれを叶いたいなと思います。はい。はい、叶います。はい。お願いします。はい。ありがとうございます。では。いい人みたいな感じ。いい人みたいな。いい人、いい人、いい人。まあ、夢ですよね。まあ、私もさっきね、団長話しましたけども、ドリプラというね、大会を通じて、はい、まあ、私の活動を、はい、全国的に、知っていただくということ
がまず一つで、彼が、はい、僕の息子にプレゼントしてくれた言葉があって、はい、僕らの息子娘は、はい、その病気とか戦ってる子供ですよね。だから息子とその頑張ってる子供は未来の友人になるかもしれない、うん、友達になるかもしれない、うん、っていうコピーがあったんですけど、はい、それがすごく大好きで、はい、うん、それも活動 の, そのコンセプトにしてるんですけども、ですから本当にこの、ね、心臓病でね頑張ってる子供たちが一人でも多く救命されて、うん、ね、元気に学校にね行けるようになることが本当に日本で普通になってもらいたいなっていうのが、はい、本当にまあそれが夢というかね、はい、そうなってほしいなっていうふうに思います。はい、はい、叶っちゃいました。叶っちゃいました。はい、おめでとうございます。ね、どうしましょう。おめでとうございます。おめでたいです。じゃあもうね、せっかくなので先月もお話ししていただきましたけど、うん、平さん。でカツッとまた夢を、はい、カツンと、はい、僕らがですね今その応援団をやってる意味っていうのが、はい、頑張ってる人っていうのはねいたとします、クラスの中に。そうするとなんであいつ頑張っちゃってんのみたいなね、かっこいいんじゃないのみたいなのあるんですけども、彼らのように彼ら二人のようにね何かの頑張ることがあって、ちゃんと本気で頑張ってるじゃないかと。そういう人たちは、かっこいいんです。本来。うん、だから、応援団が頑張ることで、そのかっこいいという言葉を本来あった場所に戻すっていうことをね、取り戻すっていうのがね、はい、僕たちの夢であり、僕の個人的な夢としては、麻婆豆腐を食べたい。もうちょっと待ってください。もうちょっとです。麻婆豆腐が食べてい、もうちょっと辛抱してください。はい、終わり、まあ、終わりですね。終わっちゃった。はい。はい。じゃあ、そんなわけで、まあ、麻婆豆腐はもうあと10分ぐらいすれば叶うと思います。はい。夢を語っていただきました。はい。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。今日も夢を語っていいですか。ね、本当に様々な思いをね、語っていただきました。本当にありがとうございました。はい、もうね、残念ながら、今日はね、この後、麻婆豆腐を食べに行かれるそうなので、番組はここでお別れになります。はい。いや、今日ゲストの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また来月、このスタジオで皆様とお会いしたいと思います。それでは、よろしいですか、はい、はい。じゃあ、真ん中のカメラに向かって、お約束のポーズでお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。約束してねえよ。約束したじゃん。さよなら。Was still the old